はい、今回は神田沙也加は誰の子か名付け親や本当の父親さらに石原裕次郎と松田聖子の関係について調べてお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますこちらの話はですね昔からよく話題になっているんですよご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが 普通に考えればね、神田沙也加っていうのは、あ神田正輝と松田聖子の子供なわけですよ。しかし、えーまあ、あることが要因、噂となってですね、実はあ違うんじゃないかと、うん、石原裕次郎と松田聖子の子供が神田沙也加ではないかと、まあ、そのような噂が <laughs> 昔からありまして、またそ,またその噂が最近あの、まあ、出てきてるということで。 今回こちらの噂について検証していこうと思います僕はあの調べた結果神田沙也加っていうのは、えー、神田まさきと松田聖子の子供であると思いますただこの噂が出てくる理由もわからないでもないしまあ,あそれに関してはおかしいなと思うところもあるっていうことで でその噂の出どころと、まあ、そういったことが話題になる、注目される、えー、その理由についてということで、えー、今回はお話ししていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、本当のことっていうのはね、ままあ、僕もわからないし、まあ、別に誰にもわからない話なんですよ。ただ、あのまあ、考えればこのようなことじゃないかと、憶測できるということです。で僕はあのささ最,初の最初の方にお伝えしましたが、 神田沙也加っていう人はですね、神田正輝と松田聖子の子供だと思います。しかしね、ねそれで本来は話が終わるわけですよ。ね、神田沙也加っていうのは神田正輝と松田聖子の子供であると。ではなく、なぜこんないちいち話が、ね、飛び交うのかっていう、そこですよね、あの気になるところは。それっていうのは、飛び交う理由があるんですよ。まず、その、なんていうのかな、順番からいきますね。 まず皆さんご存知だと思いますが石原軍団というのが、えー、ありますね、えー、石原裕次郎、であと神田正輝も、えー、いましたね、この石原軍団のう、まあ、噂っというのがありまして、噂ってというか、これは本当の話だと思うんですが、まあ、石原軍団のルールって言いましょうか石原軍団にはルールがあるということで、えーまあそのえー、軍団長には逆らえないということなんですよ。 で石,原の石原軍団の軍団長というのは石原裕次郎ですよね。で神田正輝というのはそこにいたわけですよね。つまり、石原軍団において石原裕次郎があの圧倒的権力を持っている。神田正輝はそこには逆らうことができない。そこから出たんですよ、こういった噂が。石原裕次郎の子供を神田正輝が育ててるんじゃないかという話です。石原裕次郎との石原次郎と松田聖子の子供が。えー 神田沙也加で、その神田沙也加を育てているのは、えー、神田正輝、つまり代理パパということです。代理の父親の役を担っているっていう、まあ、そういった、えー、話です。で、この話だけを聞くと、そうなのかなとかっていうのも思います。で、さらにそれを、えー、人々が信じるような、そういった変な噂っていうのが、噂っていうか、なんていうか、情報っていうのがありまして。 石原裕次郎っていうのは嫁との間に子供ができなかったと、だこれっていうのは嫁,に嫁,と嫁との間に子供ができなかったのか、石原裕次郎が子供ができない体質だったのかっていうのは分からないが、石原裕次郎は自分の子供が欲しいっていうことで、でまあそのまあ、浮気っていうかね、ね外でそういった男女関係をしていたと、でそれがまた、えーね、こういった噂になるんですよ。 業界関係者は知っており、これはシークレット、トップシークレットの話だったね。うん、子供の父親、だから代理パパをするのに、神田正樹が指名されたんだとかね、あたかも本当であるかのようなことを言ってますが、どうでしょうか、本当かどうかっていうのもわからない。 この話では本当かどうかというのがわからないから、あの何とも言えないです。た,ただ、こんなことが言われているというだけですよ。まだ、何、えーねえー、て言うのかな、うん、中心的なところには迫ることができない。で、またですね、まあ、こういったこともあのおかしい、えー、理由の一つになるんですが、神田沙也加の名付け親は誰なのかという話なんですよね。うん、神田沙いうのは 神田正輝と松田聖子の子供であるので当然ですが名付け親っていうのは神田正輝か松田聖子だと思うじゃないですかしかし違うんですよ神田正輝の名付け親は石原裕次郎なんですよねこれっていうのも石原軍団のことが関係あると思います神田彩花という名前を付けたのは石原裕次郎だったとっいうことが分かっている、まあ、本来であればこういったこともおかしいわけですがまあ、石原裕次郎まあ、石原軍団というのはそういった力をまあ持っていたとうん で、えーまあ、人々が関心を持つ、えーまあ、芸能ゴシップですが、一番はここなんですよ。えそんなことを言うが、神田正輝と松田聖子の子供である神田沙也加に全然違うことが出てくる理由というのはこれなんですよ。石原裕次郎と松田聖子の関係です。 石原裕次郎と松田聖子の関係、男女関係の噂から実は神田沙也加は、えー、その2人の子供なんじゃないかっていう、こういった噂が出てくるわけですね。まあ、いろいろ調べてみると、こういったことがまあ,あ言われているっていうか分かっているんですね。まあ、この当時 松田聖子がまだそこまで有名でなかった当時かなその時の石原裕次郎と松田聖子っていうのは有名だったと銀座で、えー、この石原裕次郎と松田聖子は、えーまあ、男女の関係にあった、まあ、も,もっと言うと石原裕次郎の愛人が松田聖子っていうことですだからこの説の噂っていうのは松田聖子っていうのは愛人の子供を育ててるっていううわさうそだと僕は思いますけどね、うん、で、えーまあ、あのなんていうのかな 松田聖子が石原裕次郎の愛人だったということは本当だと思うただそこに子供ができていたというのは分からないしあるいはこういうふうにも考えられる松田聖子はなぜ石原裕次郎に近づいていったのかという話なんですがもちろん本当のところは分かりませんが松田聖子はこう思ったんでしょうね石原裕次郎に近づいていって芸能界で、えーまあ、出世していこうとしたと、まあ、芸能界で、えー、トップの地位に。 ええなろうとしたんだらこういうところにあの芸能界の闇っていうのがあるんですよ芸能界で有名になっていくためには 実力はどうのこうのではなく、どういったところの人間関係に入るかっていうそういった話から、おそらく松田聖子は石原裕次郎に近づいていったと、まあ、付き合っていたっていうのも別に男女の、ね、どうのこうの熱愛とかそういうことではなく、違った思惑があって、ね、松田聖子は有名になるがために石原裕次郎に近づいていったと、僕はそのように思います。そして出るんですね噂が 石原裕次郎と松田聖子との間に子供ができた。その子供が神田沙也加であり、その神田沙也加を神田正樹が育てているっていう、まあ、噂は嘘だと思います。僕は全く嘘だと思うんで、ね。後でそのことを考えていきますが。で まあこういったこともえありまして、こういったところからまあ松田聖子のあ違和感を感じるんですが、松田聖子はですねえ神田彩也の亡くなった時にえ綺麗な感じで来ていたっていうのに、こちらが違和感があるっていうまあことはあるんで、今回、そちらに関しては触れませんが、実はですね、石原裕次郎の時きは、 松田聖子はすっぴんで髪の毛が乱れていたとこういったところから愛人であったんではないか、まあ、愛人であったとは思いますけどねというか僕はそもそも松田聖子という、えー、芸能人の人間性を疑うんで、うん、いろんなことからね、うん、皆さんも思うことあると思いますが、えーまあ、あそういうことを思いますただあ、まあ、まだこの時点では分から,分からないということになりますが、まあ、神田沙也加というのは神田正輝と松田聖子の子供であると思いますなぜかっていう話 話ですここです、一番のポイント、いろんなことを言ってきましたが、えー、なぜ、えー、神田沙也加は、えー、松田聖子と神田正輝の子供であるかとあの、一部ではですね、石原裕次郎の子供であるっていう意見があるんですが、圧倒的少数なんですね、で僕もいろいろ画像とかを見たら、うん、まあ普通に考えて、えー、神田正輝と,と松田聖子の子供であると。 で石原裕次郎の、えー、子供であるっていうのは、あまあ、神田正輝より、えー、石原裕次郎に、えー、神田沙也加は似てるとかね、えー、若い頃おなんかねあの、頬の膨らみがあ石原裕次郎に神田沙也加は似てるっていうんですか、僕は全くのデタらメだと思います。僕は何をお思ってるのかっていうと、こういうことを思います。神田沙也加の目と鼻っていうのがあ神田正輝に似ている、うんで、特に鼻です。 えー、神田沙也加と神田正樹は鼻がシュッとしている、しかし石原裕次郎は鼻が団子ご鼻であると、うん、だつまり鼻の形っていうのは変えられない、整、まあ、形っていうのはありますが、鼻の形っていうのは変えられないと考えると、どう考えても、えー 神田まさきの子供が神田さやかっていうことになると思うあと昔の写真っていうので僕あの見たんですがこの昔の写真で、えー、もう完全に、えー、まあこのだから石原裕次郎が父っていうのは嘘であると思うんですが神田まさきの若い頃と神田さやかがは、えー、あの似てるんですねだから神田まさきも神田さやかも美男美女なわけですよだからお父さんと子ども 父と娘ななんじゃいいのって思いますでやっぱり、あのー、こ,この話をね、だからそういう色眼鏡で見てない人、まあ、僕もそうですが、そういう人っていうのは思うんですよ。神田正輝と神田沙花っていうのは目と鼻がそっくり、だから親子だねって話、石原裕次郎関係ないですよねっていう話、うん、僕はそう思います。石原裕次郎と神田沙也加っていうのは似てないんですよ。だからそういう意味から別に父でもな,なければね、うんお、親でもないっていうこと。うん、だから結論 あの僕の調べた結論で皆さんもそう思うかもしれないんですが、うん、あの神田正輝と神田沙也加が親子石原裕次郎は関係ない石原裕次郎は松田聖子が芸能界で上がっていくために過去にその男女関係愛人関係があったっていうそんなことがあったっていう、まあ、そういった話だと思いますだからもう一回最後に整理しますと神田沙也加の父親っていうのは神田正輝 神田沙也加と石原裕次郎は関係がない。 なぜ石原裕次郎という名前が出てきたのかというと、松田聖子が芸能界で上がるために石原裕次郎と関係を持っていた、その時の愛人の話から話がどんどん広がったっていうのが、この話の本当のところだと僕は思います。この話、関心を持たれる方いらっしゃるかもしれないですし、どっちだろうなってお考えが分かれるかもしれないんで、まあ、僕らに調べたことをお伝えしてみました。リスナー様の何かのご参考になっていただけることがあれば何よりです。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いて いただきましてありがとうございました失礼いたします